はい、ルルカです。今回はね、こちら。はい。松屋×けるペ p ペということで、久々にね、ペ a ペ p に関する動画になるんですけれど、松屋フーズ創業55周年記念ということで、松屋でチャンス、ペ a ペ p ジャンボ、一等最大全額戻ってくるキャンペーン。こちらのがね、本日6月1日から開始されました。 ま、ルルカに関してはね、最近、ペイペイだったりとかのキャッシュレスサービス、全然紹介のをしていませんでした。まあ、それに関してはね、あまり自分が使いたいなと思うキャンペーンもやっていませんでしたので、ま、そのね、自分が使おうとも思っていないキャンペーン、紹介しても仕方ないかなっていう部分もあって紹介していなかったわけなんですけど、ルルカに関しては、こちらのね、松屋グループの松の屋っていうお店が大好きです。まあ、揚げたてのカツとかをね、お手軽な値段で食べることができるお店になっているんですけど、ま、そちらのもね、今回のこのペイペイジャンボ全額戻ってくるキャンペーンの対象になっていて、ルルカに関してもね、このペイペイジャンボ挑んでみようかなと思ったので紹介させていただこう かなと思いますキャンペーン内容なんですけどはい。 対象店舗で、ペイペイ残高で支払い、抽選で当たると、お支払い金額の1等100%が戻ってくる、そんなキャンペーンになっています。一応ね、2回に1回の確率で当たる。そして、付与上限が1回当たり1万円ってことにはなっているんですけれど、まあ、これね、まあ、ペイペイのキャンペーンではおなじみだと思うんですけど、まあ、2回に1回って書いてあるのは、あくまで、このね、1等、2等、3等、どれかが当たる確率が2回に1回になっています。そして、まあ、こうやって表示で見ちゃうとね、2回に1回に当たると、3分の1の確率でね、1等が当たるんじゃないかなって感じで、見えたりもするんですけど、基本的には3等、まあ1、1%しか当たりません。 そして、めちゃくちゃ運がいいと、2等の55%が当たって、まあ、基本的に1等に関しては、ウルトラめちゃくちゃ運がいい人じゃないと当たんないぐらいの確率になってるんじゃないかなと思います。まあ、この辺の割り振りに関してはね、キャンペーンによって変わることもあると思いますので、万が一にでもね、松屋さんのキャンペーンで、この1等だったり2等がね、当たりやすい設定になっていれば、まあ、それこそね、ツイッター上とかでね、話題になるんじゃないかなと思うんですけれど、3等1、1%がほとんどじゃないかなと思います。まあ、この辺に関しては、本日から始まるキャンペーンになっていますので、ツイッターとか確認していると、なんとなくね、この1等だったら2等が当たってる人のコメントとかを見る限り、 でどれぐらいの確率で当たるのか分かってくるんじゃないかなと思います、まあ、ほとんどはね3等1%になるんじゃないかなと思いますそしてね期間なんですけど本日6月1日から6月16日までになっていますでねちょっとねおかしい点になっているんですけどもうすでにねこれ6月1日の0時からスタートするキャンペーンになっているんですけれど一応ね確認に関してはい、対象店舗に関しては事前のアプリとかで確認してくれってことで書いてあるんですけれどアプリで確認したところで現時点も6月1日になっているんですけどキャンペーンを開催しているお店は一切ありません 最初ね、静岡だけで確認させてもらったんですけど、静岡の方に出ていなかったので、あれ静岡全部がね、松野や松屋全て含めて、キャンペーン対象外の地域なのかなとも思ったんですけれど、他の地域をね、検索しても、キャンペーンが表示されていませんでしたので、多分ね、0時からスタートなんですけれど、地図アプリに関してはまだ更新されていない感じじゃないかなと思います。実際は地図の方がアップデートされると、近くのお店を探して、お得っていうのをね、オンにすると、確認することができます。現時点では、どの地域に関してもまだね、お得っていうのをオンにしても出てこない状態になっていました。最初のお知ら方法なんですけど、こちらがね、 まあ、ペイペイ残高でのお支払い、もしくはヤフーカード、ペイペイ後払いでの支払いが対象になっています。松弁ネットに関しては、ペイペイ残高での支払いも対象になっています。当選確認方法としては、まあ、ペイペイではお馴染みのね、こんな感じ決済をした後に表示される形になっています。対象店舗っていうところなんですけど、まあ、現状ではまだね、表示のがされていない状態にはなってしまうんですけれど、全国の松屋、そしてルルカがね、好きな松の屋、あと何これ、漢字の松の屋なのかな松の屋、マイカリ速度、ステーキ屋松、松そばのペイペ加盟店のうち、キャンペーンツールで表示されるね、店舗 ネットが対象ですということで現時点ではね表示することができないんですけど多分ね今日中とかにはね対象店舗は表示されるようになるんじゃないかなと思います。とりあえずねキャンペーンに関しては松屋だけではなくて松屋グループでね利用することができますので自分が行くね松屋グループの店舗あったら利用するといいんじゃないかなと思います。またね対象者限定にはなるんですけれどペペのアプリに行ってもらいますと松屋フーズグループで利用することができるクーポンというものも発行されていますので今回のキャンペーンと合わせてこちらのクーポンもね利用するとさらにお得に利用することができるんじゃないかなと思います。今回のキャンペーンに関しては多分ねほとんどが 1%, 1しか当たらないキャンペーンにはなってるんじゃないかなと思いますがヤも好きだし松のヤも好きなので、まあ、今回のキャンペーンね6月16日までになっていますので、まあ、とりあえずねこういうのに関してはお祭りっていう部分もありますので運が良くて1等2等が当たったら動画のネタにもできるんじゃないかなと思いますのでルルカに関してはね何回か松屋松のヤ利用してみようと思いますそこまでねお得なキャンペーンじゃないかもしれませんが松屋推しの方に関してはね55周年記念なので利用してみてはいかがでしょうか 今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。